ハロー、タッチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14グレのリベレーター編第125回配信を撮っていきたいと思います。さて現在、明けの玉座のそばですね。S源さんに話を。ああ、君か。やっぱりすぐに息が上がっちゃって休んでたんだ。それで何か用かい？お手紙ですね。おそらく励ましのお手紙ですね。え、ジェルメ君からの手紙？なんだろうな。おじさん、いつもおいしいご飯をありがとう。お父さんとお母さんが死んじゃってつらかった時、作ってくれたご飯が温めてくれました。僕はそんな優しいおじさんが大好きです。今度の兄弟闘技も僕は応援しています。頑張ってください。おじさんの作ってくれる料理も大好きです。これからも作ってくれると嬉しいです。おお、いい子や。嬉しいね。料理とはいえ人から褒められて求められてたのは初めてだ。まあ末底から抜け出したら勝利の役目じゃなくなるけど。うん、でもなんだか元気が出たよ。鍛錬も調理も気合を入れないとね。でもまずはジェルメ君にお礼を言ってくるよ。おお、なんか続くな。続くな。一回したでもメインクエスト進めますか。じゃあこの青き宿敵のところ、この地点までワープです。さて、どうやら暮の玉座という場所ですね。ここまでやってきました。ゴーステさん向こうにいらっしゃいます。この間セリフ違う。西に見える天幕がドタールカーカ。お主もそこから見渡すでござる。なるほど。見渡しますか。この地点から。あ、その前に、近くに、西の563。多分、この辺だよね、おそらく。他もないのかな？そうだね。あ、ジムステップ。クエストであと2つもあるのか。まだ、全然。ここで見渡す。どうじゃ。む、シャメイ殿、あれを見るでござる。なんじゃい。獣に人が襲われておる。まずいぞ。あの様子では到底逃げきれぬ。偵察といえど死にかけているものを見捨てておけるか。急ぎ助けに行くでござる。ゴーセさんいいやつだよな。うん、まあじゃあ偵察行動としては NG だけどいきますか。先頭になるやつかな。この時にのんきに会話とか仕掛けたら、なんかそんなところではござらんとか言われるかな。シャメ殿はそちらの御陣を。はい、そちらの御陣よ。暗闇になってる。なんでなんか食らった。大丈夫かね。さあ、すまんな、オンに切る。大丈夫かい。そちらの個人は間一髪でござったか。だがもう一人は、拙者が獣を退けた時にはすでに手遅れでござった。爪を受けた場所が悪く致命傷となったと見える。そうか、それは悔しいやられ方をしたな。おいてめえら、一体何があった。どなた。あ、かわいい。佐藤様、申し訳ない。狩りの帰り道に油断して獰猛なまんざしりの奇襲を受けた。俺はこの問い助けられたが、あいつは。ふん、それでてめえらは何者だ。いかにもよそ者ってなりだが、無関係なやつがこんな砂漠を通るわけがない。さてはどこかの部族についてるな。いえ、何族のものだ。なんて答える。拙者たちはモル族の世話になっておるもの。ゆえあって強豪と音に聞くドタール族の様子を見に参った。モル族、あの神託の戦なんてめったにしない弱小の。ははは、こいつは珍客だ。しかも今時様子を見に来たってことは、てめえらを引き入れて秋節の合戦に参加する気か。いや、悪いな。あんまりに予想外だったもんで、つい楽しくなっちまった。俺は佐藤、ドタール族の現族長だ。うちの仲間を助けたのに免じて、少しの偵察なら許そう。おう。もしも、てめえらがオロニズ族の手のものだったら、この場で骨も残さず焼いてたけどな。これバレてますね。おい、立てるようになったら、そいつの死体をいつもの場所に捨てておけ。俺は先に戻ってる。ああ、わかった。妨害を退け、青き衣の男を救助はしましたが、お一人助けられなかったな、ゴーセスさん。まさかいきなり族長と会うことになるとは。素直にモル族を名乗ったのは正解だったでござる。しかし佐藤とやらと亡くなった御人は同族でござろう。仲間の亡骸を捨てておけなどと言いよって、ぐぬー。もういろいろあるんじゃないですかね。考えというか文化というか。おお、もう60からコンプリート。じゃあ豪雪さんに次のクエストを。レベル66クエスト、獰猛なるドタール。ドタールカー付近の豪雪は憤慨しているようだ。シャメ殿、やはり拙者茶道とやらの根性が許せぬ。偵察のついでに一言物申してやろう。いざドタールカーに乗り込もうではござらんか。いやいや、そちらの亡くなった方はそのままでいいんですかね。こっちはもう大丈夫だ。気にしないで行ってくれ。いや、安全なとこに行った方がいいのではと思いますが、まあ行きますか。そっか、前に偵察に来たのは、偵察っていうか、ふらっとここ回ってきたけど、メインクエでやっぱり行くところだったんだね。どこに行けばマラルさん。小さい居留地だからこそ物資の数はしっかり把握しておかないと。どれも命をつなぐために大切なものだから。普通にいるんだね、敷地内に。駄菓子さん。あ、頭突きはされないよう気をつけてね。うちの羊は他の部族の子よりも活発なのよ。なるほど。ココさん。どうした、何が起こっている。なんか用があんのかよ。見ての通り気が立ってんだから、うっかり殴っちまうかもしれねえぞ。どうしたどうした。アグジャムさん。む、お前も我らと共に鍛えるか。ドタールの鍛錬はそこらの部族とは違うぞ。おう。氷人さん。旅人かい。私たちを襲いに来たんじゃなきゃ自由にしていきな。何か聞きたいことがあるなら答えてやってもいいよ。おう、あなたのことを教えてください。獣や他の部族が襲ってこないか外を見張っているんだ。先代もしていたから当然の仕事だね。見張りだからここから動くなって言われてるけど、明けの玉座がずっと見えてるもんで気分が悪いんだよな。あそこに住んでるオロニル族に前の私を殺されたからさ。前の私前世かなんかですか。ここはどんなところだ。ドタール族が支配するか、つまり遊水地だ。この水のおかげで私たちは喉を潤し、そして羊を飼うことができている。広大なナーマ砂漠では遊水地は貴重だから、他部族に奪われないよう警戒する必要があるんだ。もっとも死を恐れぬドタール族相手に真正面から挑んでくるような愚か者はほとんどいないけどね。前の私なんか前世とかを分かってる感じなのかな。佐藤さん。ゲセルが死んだ。最後は気を抜いていたとしか言いようがないが、あいつは勇敢な戦士だったからな。じき戻ってくるだろう。そうですか。あの人ったらじき終節の合戦も始まるっていうのに。今度は油断しないようきちんと言って聞かせないと。ん？ゲセルというのは先ほど亡くなった御人か。戻ってくるとはどういうことでござる。なんだ、そんなことも知らずに偵察に来たのか。俺たちについて何も聞いてないわけじゃないよな。うん。シリナ殿は確かとても勇猛な猛者の集まりとかなんとか。そうだ。ドタール族は最も勇敢な戦士。死ですら俺たちにとっては恐れるものじゃない。よその部族のやつにはわからないらしいが、俺たちは戦いの紅葉が魂の輝きを生むのを感じてる。勇敢に戦って大いに輝いた魂は、肉体が滅んでもすぐに新たな子として生まれてくる。伝統的におおよそ死んでから1年以内だ。俺たちは新たな子が誰の生まれ変わりだか見極め、同じ名をつけ最短と再会を祝福する。そしてまた生まれ変われるよう勇敢に戦うんだ。ではお主らは死んだ者と生まれた者を同じ人物として扱うのか。そんなとても信じられぬ。偵察することは許したが、俺たちの誇りを傷つけるような真似は許可しない。言葉と振る舞いには気をつけるんだな。それじゃあとは適当にしろ。なるほどね。宗教観の違いはね、争いを見ますからな。皆、すっかり元通りでござるな。刹那の間ではあったが、まるで蛇に睨まれたカエルの気分よ。しかし、生まれ変わりとは。拙者には理解が及ばぬが、ドタル族にとっては、紛れもない真実ということか。謎は深まるばかりでござる。されど、収穫なしに戻るわけにもいかぬ。ひとまず、ここの者に話を聞いてみるといたそう。これはね、多分ね、信じている人が多ければ、まあ、それは真実となりうるんだよね。結局は。少なくとも彼らにとっては。ザココさん。ああ、オタク。ちょっと前に再会の位置にいただろう。なんか見た顔だなって思ったんだよ。あの日は、オロニズ族の野郎に喧嘩ふっかけられてよ。最低な気分でぶらついてたら、オタクらを見かけたんだ。で、なんか変な奴らがいるなーって。また会うなんて思ってなかったが、縁は結べ、再会は宿世だな。俺はココってんだ。よろしく。さっきイラついてたのにどうした？あん？名前が可愛いだと。そりゃ、最初のココは女だったんだから、仕方ねえだろ。今のココ。俺は男だけどよ。身体の性別なんて、魂の根源にはちっとも関係ねえ。どっちに生まれ変わろうが、この魂が宿る限り、ここだ。ま、よそ者にとっちゃ、ちっとややこしいか。名前と体の性別が合ってても、言動が一致しない例もあるし。茶道様を見てみろよ。前の三代が男で、当代でも、周りが同じに扱ったもんだから、すっかり男前に育ってるだろ。確かに。まあ、一人称が何でも別にね、その人の本質が変わるわけではないからな。小やるさん。子供？生まれ変わりについて聞きたい？そうですね。仙台の私は、ホトゴ族との戦いで、獅子奮陣の活躍をして死んだと聞いています。もちろん、今の私にその記憶はありません。でも、周りのみんなが教えてくれるので、コヤルであるために大事なことは分かっています。なるほど。他は佐藤さん、普段どんな会話を？どうした？好きに偵察していいんだぞ。俺たちの気分を害さない範囲でな。佐藤さんかわいいな。シャルさん話したっけ？ゲセルにしばらく会えないのは残念よ。けれど油断したとはいえ、彼も魂を輝かせたはず。いつかきっとまた会えるわ。あ、さっき会話してた人ですね。今度は油断しないように言い聞かせるって。メルゲンさん。ねえ見て、うちの子が獣を仕留めたんだよ。この子の仙台は私の幼なじみで弓の名手だったんだ。新しい姿になってもさすがに筋がいいと思わないかい？うん。これ報告したらちょっと今回終わっとこうか。でもまあ個人的にはあれなんですけどね。生まれ変わりとかはまあないだろうなとは思うんですけどね。魂とかもちょっとないかなって。じゃあ、ゴーセさん。あれ？話しかけれてる？ああ、シャメ殿。そちらも話を聞いて回られたでござるか？はい。うん。やはりドタール族は生まれ変わりを信じている。真偽はともかく、それゆえ死を恐れず戦うのは、もはや疑う余地もござらん。加えて、彼らの使う武器を見せてもらったが、明けの玉座で見たものと比べても、より洗練され、使い手の技量の高さがうかがい知れた。気がかりなことといえば、それだけ心身が洗練された戦士を有しておきながら、集落が小さく、栄えていないことでござるが。なるほどな。これ欲しい。コンプリート。ちょっと今回ここまでにしておきますかね。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。